こんにちは、フィーフィーです。え似た者同士の中国と韓国が仲間割れし始めましたえ。中国と韓国がいがみ合っています。まあもともとお互いよくは思っていなかったんだけど、まあ今まで経済のためにこの両国の関係は近かったんですね。でも今はもう韓国が中国と仲良くする必要がありません。え中国の経済が悪くなっていて、韓国にとって中国に寄っていったところで、 うまみがないわけです。最近は韓国が中国に対して大きな態度に出ていて、そのことに対して中国は生意気だと怒っています。前にユン・ソンニョル大統領が中国と台湾について発言したことがあったんですが、この時中国が韓国に対して人のことに口を出すなと怒ったことがあったんですね。 まあこれまでの韓国なら中国を怒らせてしまったとビビって黙ってしまうところこの時は違ったんです。え韓国の与党国民の力の事務総長が中国に対して一国の大統領に向かって口出しとは何事だ非常に無礼な態度と批判したんです。 しかもこの方さらに中国政府の傲慢な態度に対しては今後指摘していくとまで言ったんですね。中国への怒りが収まらないのか国民の力の事務総長は続けてこう話しました。これまでのムンジェイン政権は中国は大きな山で我々は小さいなんて位置づけで弱腰外交を見せてきた。ただそんなのは勘違いではないか。 図体が大きいからといって中国が大国ってわけではない。人類の普遍的な価値を守っていく模範的な姿を見せてこそ真の大国と評価されるということを中国は肝に銘じなければいけないと、まあ、ここまでのことを言ったわけです。今、ユン・ソン・ヨル政権は前のムン・ジェイン政権とはえらい違いですよね。まあただなぜここまで 韓国の中国に対する態度がガラッと変わったのかというと、それは冒頭でも言ったように中国に寄っていったところでもうメリットが少ないからなんです。中国経済が悪すぎて韓国の輸出が減少しているんですね。中国は経済悪化で消費も落ち込んでいるので、もうこれまでのようにたくさん韓国のものを買ってくれなくなってしまったんです。 まあそりゃまだ中国は買ってくれてはいますが中国は経済が苦しくて値段を下げろと、まあ、韓国に対して交渉してくるんですよね。そうすると利益率は下がるから、まあ、韓国としてはうまみがないんです。まあユン・ソン・ヨル政権はそうした背景もあって脱中国を加速させてアメリカ側に寄っていこうとしているわけです。最近の調査で中国に輸出する韓国企業の 10カ所中8カ所が年内の輸出回復は困難と言っていることが分かりました。そのため中国に代わる市場として東南アジアを模索しているそうです。これは大韓商工会議所が中国に輸出を行っている韓国の企業300社を対象に行った調査によるものです。 大韓商工会議所の副会長はこの調査結果を受けてこのように話しています。米中対立が深まったこととコロナ禍での中国政府によるゼロコロナ政策を受けて多くの国々は生産拠点を中国から他に移している。また中国は今自給率向上にも力を入れていると。まあ要するにこうした理由で韓国の中国向けの輸出が減っているんですね。 でここで中国が自給率向上に力を上げているということも注目すべき点なんです中国は今ロシアが西側から経済制裁されて物不足に陥っていることをよく見ています最先端の技術ももうロシアには入ってきませんもし中国が 台湾に軍事侵攻すれば同じように中国も西側から経済制裁を受けます。つまりその時中国国内が物不足になったり、また技術が発展しないなんてことがないよう、今から中国は準備しているわけです。中国が自給率の向上に力を入れているのはこうした理由があるんです。でもそうなると韓国の製品をますます買ってくれなくなってしまうんですね。まあ中国に寄りすぎても もう大したメリットがないと分かった韓国は今、脱中国を加速させています。でもそうした動きが中国にとっては生意気に移るんです。中国は韓国の態度が気に入らないんです。今も中国は韓国にとっては大きな貿易相手国なんですね。で、早速中国からいつものように韓国に対して嫌がらせが始まっています。 韓国政府のある高官は先日中南米のとある国から申し訳ないと言われたそうなんです。なんで申し訳ないのか。実は韓国は2030年に国際博覧会、つまり万博をプサンでやりたいと思っていて、今それを各国に支持してもらうためにアプローチしているんですね。 これもどうやら国際機関で投票によってどの国で国際博覧会を開催するのか決めるらしいんです。この中南米の国々は以前はプサン誘致に前向きな考えを示していたと言いますがそれが突然支持が難しくなったとして国としての立場が変わったことを韓国側に伝えてきたと言います。 で、この国は誘致のライバル国であるサウジアラビアを支持すると言うんですが、なぜ韓国からサウジアラビア支持に回ったのか、その理由を他の国に説得されたからと説明したそうなんです。ただその他の国というのがどうやら中国だったそうです。 韓国政府は2030年の万博をプサンに誘致するために国際博覧会事務局の加盟国に対して今全力でアプローチして回っているというのに中国がこれを邪魔する動きをしているというんです。韓国支持を表明していた一部開発途上国が中国から圧力を受けて支持を撤回しているそうなんですね。 開発途上国は中国との経済的利害関係が絡んでいるので中国の言う通りに動いてしまうところがあるんです。考えてみれば中国は去年の WTO 事務局長選挙でもアメリカを牽制するために韓国人の候補に反対してライバルのナイジェリア候補を支持していましたよね。まあ、中国はそもそも韓国のために動いてくれる国ではないんです。韓国政府の関係者はユン・ソンニョル大統領が 先月末にアメリカに訪問してからというもの、中国による韓国牽制の動きが徐々に強まったと、まあ、こう話しています。米中の覇権争いが激しくなる中で、ユン・ソンニョル大統領がアメリカから国賓として招待を受けて、訪米してバイデン大統領と首脳会談をして、米韓同盟を強化していることも中国にとっては気に入らないんです。 また今年に入って韓国は日本ともシャトル外交を復活させて日米韓の協力関係の強化に乗り出しています、まあ、こうした韓国の動きが気に入らないので韓国に対して中国が嫌がらせをしているんです中国による韓国への牽制の動きは外交面でも表面化しています中国政府は5月に入って 北京駐在の韓国大使との面会や日中間の外交当局の部長、局長会議、さらには韓国と中国と経済界の行事などを相次いで一方的にキャンセルしています。 韓国政府が先月28日に提案した国防政策の事務担当者会議にも中国は非協力的な態度を示していると言います。そして今月2日に韓国で開催された日中韓の財務省と中央銀行総裁会議も中国は突然出席をキャンセルして別の人間が代理で出席したんです。 まあ実はこうしたことが政府レベルだけではなくて民間交流においても相次いでいます。 韓国と中国は今年2月コロナの感染対策の一つとしてそれまで中断していたお互いの短期ビザの発揮を再開したんですね。でも中国が今年1月と3月に団体旅行を認める60以上の国を発表したとき、韓国はそのどちらからも除外されていたんです。 1>, 1回目と2回目の発表では確かにアメリカと日本もそれには含まれていなかったんですが、韓国だけはその後も認められてはいませんでした。中国政府はこうした一連の動きについてその理由を明らかにしていないんですが、韓国政府は米韓同盟や日米韓の協力が強化されていることに対する中国からの韓国への牽制だと見ています。 まあこれ中国政府だけではなくて、最近では中国の放送局も韓国に対して厳しい批判を繰り返しています。2021年の米韓首脳会談では特に反応を示していなかった中国メディアですが、もう今回はユン大統領と韓国政府に対して批判を繰り返したり、もう脅迫とも取れるような言動までしているというんですね。まあ中国から韓国の嫌がらせといえば、 2017年にアメリカのサード、高度ミサイル防衛システムを韓国が中国に向けて配備した時でした。この時韓国は中国から厳しい経済制裁を受けました。今回は当時のような直接的な報復は見られないものの、韓国に対して陰湿な嫌がらせを中国は繰り返しているんです。まあもともと中国は韓国を属国として見ているので、 韓国が中国に歯向かってくることが気に入らないんです。ただそれでももう韓国は中国に嫌われようが以前のようには焦っていません。もう金の切れ目が縁の切れ目というようにもう中国に近寄っていったところでメリットが少ないので韓国も脱中国に動き始めたようです。さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたか コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。